したの？いやー、コラボ者が来るの遅いなーって。また武蔵野さん？いや、今回は違うよ。すみませーん。遅れましたー。うん。まあいいよ。さっさと始めようよ。はい。ということで許可はもらってきたので、弥生さん風の自己紹介をしたわけなんですが、こんなもんでどうですか、弥生さん。いや、私からは何も。で、今回のコラボ何をしましょうか。で、は、王様ゲームなんてどうでしょう。お、いいんじゃない。定番だし。それじゃあみんなを呼んでこよう。時間かかりすぎじゃありませんか。動画の都合上6人だけとなりました。めたいですよ。それじゃあやっていこう。その前にルールは、王様の言うことは？絶対。よし、オッケーね。それじゃあ始めるよ。王様だあれだ。お、私が王様か。とりあえず、私に。マリサに。何かしらプレゼントしてくれ。しょぼいものじゃなければ何でもいい。じゃあ、はい。これは、魔力消費が3分の1になるカード。おう。ありがとうな、ウプ主。はい。これは、私が3ヶ月貯まるのを待って買った特大のうまいくんよ。いくら？ 100 円よ。まあ。ありがとな。弥生さんは、何かありますか？ないことはないけど。いる？何をですか？新スペルカード。え、そんなのもらっちゃっていいんですか？いいのいいの。お金払えばまたもらえるし。え、それってどういう？とりあえず、はい。なんか書いてあるんですが。スペルカードの名前よ。ひな祭り？一体どういうスペカなのかな？そのスペルカードは、自分の魔力、体力や魔法力、疲労など、を回復できるよ。え、めちゃくちゃ強くないですか？回復力もかなりあるから強いわよ。これは、自分の特性でスペルカードを作る、お得意の知り合いさんからもらったわよ。攻撃系が欲しかったんだけど、私の特性じゃ、やっぱり回復系になっちゃいますよね。ってことは弥生さんは、前衛には向いてないってことよ。そうなんですか。弥生さんが、悪いな。はい。冷やし中華か。ありがとな、小石。はい。いつもツッコミお疲れ様、かき氷よ。おう、ありがとな。じゃあありがたくもらっておくよ。はい。で、は次。王様だあれだ。私ね。じゃあ3番は。3番は。菜の花散るのが新スペ化できたみたいだから実験台になって。こんなの聞いてないよ！聞いてなくてもやってください。というより霊夢さんが3番ですか。いや、私は1番だけど。え、じゃあ誰が3番ですか。私なんですけど。ああ、弥生さんはついてないね。菜の花散るのさんって強いんですか？結構強いよ。それじゃあ、お気の毒ですが行ってきてください。覚悟したわよ。行くわ。おう、さすが弥生さん。いやー、まさかコラボ者が選ばれるとは。災難だったね。ほんとですよ。さあ、覚悟はできているわよ。来なさい。私もあまりコラボ者はやりたくないが、いいですか？いいわよ。それじゃあ、割と弱めに。スペルカード発動。豆腐、スノースパーク。はい、おしまい。戻っていいよ。はい。気を使ってくださりありがとうございます。いえいえ。それでは。またねー。ねえ、ウプ主、弥生さんは大丈夫なの？さあ、あの人なら、きっと大丈夫さ。なんで？今まで菜の花散るのの様子を見てきて。気を使えるやつだということが分かったからさ。その証拠に。ほら、足音が。ほんとだ。じゃあ私はそろそろ戻るわ。戻ってきました。あれ、他の皆さんは。ゲームが終わったと思って帰りました。なので3人でやりましょう。次は弥生さんが王様でいいですよ。いいんですか。ひどい目に遭いましたからね。それじゃあ私の願いは一つ。私の方のチャンネル登録をお願いします。
説明欄にリンクが貼ってあると思うので、そちらからどうぞ。それでは、ご視聴ありがとうございました。